一方キャリーパムパムさんは同じピカピカでもこんなヘッドスタイルで登場。世界11カ国20人以上のパフォーマーたちとコラボレーションライブを行い、上半身と下半身が離れてしまうイリュージョンに挑戦。そのまま歌を披露するなど観客を大いに沸かせました。